サイバナスコがメジャー初昇格、大谷翔平、山、由伸両投手が所属するドジャースは15日、日時間16日、JP ファイアライゼン投手をマイナー降格させたと発表した。代わってリッキー・バナスコ投手が初めてメジャー昇格した。31歳のファイアライゼンは2022年12月にレイズからトレードで加入した。今季は開幕をメジャーで迎えたが、3月22日、同23日にマイナー降格、13日、同14日に再昇格したものの、14日の4どころちパドレス戦では1、3回で2安打3失点。2四球を与えるなど制球が安定せず、今季初黒星を喫した。今季は2試合登板して0勝1敗、防御率 40.50、25歳のバナスコは、今季3か3 A オクラホマシティでプレー。今季は4試合登板、勝ち負けなし、防御率 2.25、フルカウント編集部、